私に連れてって。要注意、新しい朝がした。こんばんは。おはようございます。この動画は突如おたけびり性メーターがある可能性がございます。ご近所迷惑にならないよう大音に下げてお楽しみください。皆さん、おっとめ、南を羽ばたき室に連れてって第21回目。このプレイは攻略対象の男子全員をものにし、ライバル女子全員からライバル宣言され、それを解除した上で葉月くんから告白してもらおうというのが最終目標となっております。前回はアデリンからとうとうライバル宣言されまして、4人のライバル女子のうちようやく半分ねライバル宣言してくれたわけなんですけれども、この2人との中の解消も図りつつ、他の2人からもライバル宣言されたい。時間が足りない。よーし、キリキリ頑張っていきましょうかね。さて今回はですね、軒並み普通だな。前回はですね、鈴鹿くんと三原くんとまだデートしてないので、二人とデートをこぎつけたいが、ストレスがマッハなのでとりあえず寝ましょう。で、お友達との仲を少しでも解消したいので、アリリンと、あれ、向こうから走ってくるのはこれなんだっけ。わかったわかった。藤井君、私はここにはいないからね。え、面白いイベントですか。一角、どこに逃げた。まるで妖怪。一体どうしたんだろう。あなた、その顔は例のレディー候補生。一角がここを通ったでしょ。どっちに逃げたか教えなさいよ。私はここにはいないよ。見てません。ほんと。はい。嫌になっちゃうわ。見てよ。やべー、私が試験的にデザインした初のメンズよ。やばいよ。これを一角に着てもらってイメージを膨らませようとしてるんだけど、逃げるのよあいつ。これは誰なら着てくれるんだ。テーマは大人の男の半ズボン、斬新残暑。斬新残暑なのに一角と来たら私のダンディズムに合わないなんて言ってさ。わ、今気づいたけど下駄箱に名前書いてある。松本、山田、これは清水、いや滝本。半ズボン、確かに天の橋さんには合わないような。まったく、どこに逃げたのかしら。ふぅ、助かったよ。私の美学にかけてどうしてもあれだけは履きたくなくてね。お気持ちお察しします。では。面白いイベントでね、好きなんですよ。お、すっかり遅くなっちゃった。ときめきの、ときめきの宝石箱やで。あれ、ピアノの音がする。まだ誰か残ってるのかな。すごく優しい演奏。どんな人が弾いてるんだろう。邪魔しないようにしなきゃ。イブラ先生。音楽室ってときめきの宝石箱やで。ほんまにもうこんなん惚れてまうやん。好きになってしまうやん。こんなん先生、美しい音色に美しい横顔。はあ、ときめく。大好きなの。いけない。
無事。すみません、お邪魔するつもりはなかったんですけど。なんだ。はい、音楽室の戸締まりを。もうそんな時間か。どうした。すごく綺麗な演奏でした。そうか、あり戸締まりは私がしておく。早く帰りなさい、もう遅い。はい、失礼します。先生好き。氷室先生ってあんなに優しく演奏するんだな。もう羽ばたき学園の音楽室はときめくことしか起きんよ。すごいよこれ。はあ、うっとりしちゃう。さ、気を取り直してね、デートに誘っていこうかと思いますよ。そしたらまずは四季様。もしもし、僕だよ。うん、あ、三原くん、私藤井みなみだけど。いや、藤井くん、君だね。うん、どうしたの。うふう、有効になったからちょっとね、電話の態度が軟化してる。そしたらね、第3日曜にしようかな。この日は鈴鹿くん誘えないし。よし、森林公園とかどうかな。10月17日に森林公園に行かない。そうだね、よかった。それも面白いかもしれない。うん、いいよ。ありがとうございます。うん、これでなんとかよかったです。楽しい一日にしよう。もう本当にね、1分1秒たりとも無駄にできない。さあさあ、そしたらば恋愛運が高め。どうしよっかな。水キッチン。お、次週日曜課外授業を行う。参加希望者はいるか。今回はプラネタリウムを鑑賞する。午前10時駅前広場に集合だ。ごめんなさい先生、ここまでときめきのイベントが連続していましたけど、ごめんなさい。よろしい。では次の日曜、挙手した者は必ず集合するように。以上、ホームルームを終了する。行った方が良かったかな。先生ルートだったらね、絶対に行った方がいいんじゃけど。お、あ、あそこで歩きながら本読んでるの、マリムラくんだ。一緒に帰ろうと誘う。マリムラくん、何読んでるの。ごめんなさい、本を読むのに夢中で。もてあそんでごめんなさい。マリムラくん、一緒に帰ろう。僕とですか。もてあそんで。もちろんです。ごめんなさい。喜んでご一緒します。ああ、心が苦しい。よかった、それじゃ一緒に帰ろう。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになってきた。そういえば、敷地内にある教会の伝説って知っていますか。うん、聞いたことあるよ。僕も話を聞いたんですけど、女の人が教会で待っていると彼女を愛する王子様が迎えに来る。なんだかちょっと素敵ですよね。あれ、今の話聞いたことがあるような気が。正しいルートの噂でしたね。おお、それでは鈴鹿くんをデートに誘う。はい。あ、鈴鹿くん、藤井みなみだけど。お、どうした。突然かけてくるなんてよ。なんか用か。ね。で、彼が好きそうなところにデートに誘いたいので、
どうしようかな。体育の日は置いておくべきか、この日に寝るべきか、いろいろ悩むけれど、よし、5。いや、待てよ、第3だ。あぶねえ、第3じゃん。あぶない危ない。え、違うわ、第3じゃない、第3じゃないわ、第3は17だからいいんだ。この日に誘っても大丈夫ということで、ボーリング場に誘う。どうかな。うん。ああ、よかった。予定もねえし、付き合ってやるぜ。もうほんとこれ、もうドキ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 しちゃうのよ。ほんと？それじゃあ、10月24日に、駅前広場ね。あ、わかった。お前が誘ったんだからな。遅刻すんなよな。はい。うん、気をつけるよ。よし。これでなんとかね、デートをこぎつけたわけです。で、今日は寝ます。うん、オッケー。それでパラメーターを上げたいから、たまちゃん、およよよよよよ、あれ、みずきさんだ。みずきちー、みずきさん、お茶して帰らない？よくてよ、みずきを誘うからには最高級のお茶なんでしょうから。まあそこそこかな。じゃあ行こう。かわいいなもん。あ、ねえ、みずきさんってさ、うい、食べ物の好みについて聞く、趣味について聞く、中学時代のことを聞く。中学の時はどんな感じだったの？多分このままだよ。もちろん完璧なマドモアゼルよ。パリーでもこっちでも、いつも注目の的だったんだから。パリー？パリーよ。みずき、お父様と一緒にあっちとこっちを往復してたから。そうだったんだ。あ、そういえば、明日ってケイ君の誕生日だ。プレゼント、どうしよう。プレゼントを買いに行く。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。これでね、何を買おうかなっていう。ペイズリー柄バンダナ、着ぐるみ猫パジャマ、シルバーの一輪挿し、これです。プレゼントもちゃんと用意したし、明日が楽しみ。ケイ君、どうした？ミナミ、お誕生日おめでとう。はい、これプレゼント。ああ、今日だったな。そういえば、なんだよニヤニヤして。ニコニコって言ってよ。今日はケイ君が生まれた特別な日でしょ。特別な日か。変なやつだなお前。いいからいいから、開けてみてよ。サンキュー。俺の好きなものよくわかったな。やった、すごく喜んでくれたみたい。よし、これで好感度もアップしましたわ。で、今日は、三原くんとデート。で、翌週が鈴鹿くんとデート。なんて悪い女なんだ。今日は、三原くんだから、ロングスカート、パープル、そうだよね、変わってないよね。アクセントは手袋。エレガントな服装をしていけばいい。で、ボトムスをこれにして、待ち合わせ場所はどこだったっけ？公園入り口。なんで毎回忘れるの？まだ来てないみたい。待ってみよっと。遅いな。待ち合わせ場所、本当にここでよかったのかな？ここでもう少し待つ。やあ、藤井君。いたね。時間、もう過ぎてるよ。そんなことを僕はちっとも気にしない。気にしろ。だから君も気にしないで。気にしろ、気にしろ。行こう。
うん、今日の格好とても素敵だ。あ、これ？そう。知ってる？君にはそういう服がとても似合う。いいね、僕は好きだよ。四季様も何気にあれですね、流行色のパープルで着てますね。おしゃれ。三原くんってこういう服装が好きなんだ。並木道に行ってみよう。落ち葉がロンドを舞う季節だから。もう森村くんといい、落ち葉がロンドを舞う季節好きやで。ほんまに高校生の時、落ち葉のロンドとか言えたかな。こういう並木道を歩くのもいいもんだね。散歩はお腹が空いてくるよね。落ち葉がロマンチックよね。ジョギングとかしたくなるよね。これです。昔見た映画にこんなシーンがあったような気がするよ。僕が主人公、君がヒロイン。やったね、バッチリ好印象。うー、デートも無事終了です。今日はとても楽しかったよ。ね、今度は僕から誘うかもしれないよ。誘ってくれ。うん、楽しみにしてるね。ね、今日は僕が家まで送っていくよ。ありがとう、四季様。誰も来ませんように、誰も来ませんように、誰も来ませんように。ありがとう三原くん、家まで送ってくれて。どういたしまして。誰も来なかったか。僕は君とこうしているのが楽しいんだ。誰も来なかったようだ、ね、よかった。三原くんに家まで送ってもらっちゃった。ああよかった、本当によかった。さーてと、勉強運がいいね。アリリンにしとこうかな。まあこれはあんま関係ないじゃないんだけど、アリリンと勉強しよう。アリリンの鉛筆超長い。さてと、鈴鹿くんとのデートですね。よし行こう。今日はスポーティーな格好ね。スポーティー、スポーティー、タタタタ。で、鈴鹿くんからのプレゼントつけて着替え完了。ふう、これでいいやろ。どうだどうだ。待たせちゃってごめんね。いや、俺も今来たとこだ。ちょうどいいタイミングだぜ。よかったよかった。本当？よかった。あ、なんか気が合うよな。やだ、もうこんなこと言われたら好きになっちゃう。藤井、あのよ、ありがとう。な、やだもう可愛い。急にどうしたの？それつけてくれてんだな。可愛い。なんかくすぐってえぜこういうの。もう可愛くて頭抱えちゃう。鈴鹿くん嬉しそうよかった、身につけてきて。とんでもねえ悪女だぜ。よう、どれにすんだ？そうだね、今日は卓球にしようか。お、言っとくけど強いぜ俺。俺も強いぜ。卓球か、本気で行くぜ。どっちが勝つか勝負しよう。遊びなんだからさ、気楽に行こうよ。教えてくれると嬉しいな。クロです。そのセリフ待ってたぜ。じゃあ負けた方がジュースおごりな。やったね、バッチリ好印象。これは勝ちましたわ、絶対勝つ。お、一日が短すぎるよな。ちょっと遊び足りねえ感じだぜ。何時間また誘ってくれよな。送ってやるよ。ま、男の責任ってやつだな。誰もいませんように、誰もいませんように、誰も電話かけてきませんように。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。ふう、誰も電話かけてこなくてよかった。さて、そろそろ文化祭準備期間に入ります。文化祭準備期間中はですね、
パラメータを上げるチャンスなので、どうしようかな。ここで寝ておいた方がいいのだろうか。いや、いけるか、いけると信じて頑張るか。13だもんな。無理かな、さすがにな。ちょっと寝ようか。今週寝て、来週からずっと文化祭準備コマンドを使うという。行こう。いけるいける。頑張って。今年の文化祭は学園演劇ですので、皆さんぜひ参加してください。では、2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。学園演劇を頑張るぞ。国民的美少女のこの私が。お、あれ、ん、何？ハロー。思った通りお暇のようね。お暇よ。あ、水木さん、突然どうしたの？何か用？今日はお天気もいいし、水木のお買い物のお供がしたいんじゃないかと思って。そうね、じゃあ一緒に行こうかな。じゃあショッピングモールの入り口で待っててあげるわ。うん、わかった。あ、言っておきますけど、水木は遅刻が大嫌いですからね。じゃあね。まあこれね、ギャリソン、パラメーターがこれも包んでもらって。かしこまりました、お嬢様。ねえ、水木さん、まだ続けるの？お買い物。もちろん、欲しいと思ったもの全部買うまで帰らないから。そう。お待たせいたしました、お嬢様。じゃあ次行くわよ。二人ともついてらっしゃい。いつもこうなんですか、水木さん。はあ、さようでございますが、今日は一段とお元気です。何かいいことでもあったのかな。お分かりになりがたいかもしれませんが、あなた様とご一緒の水木様はいつもご機嫌なのでございます。そうなんですか。本当は素直で心根のお優しい方なのでございます。水木様はご幼少の頃よりパリーとこちらを行き来する生活が長うございました。その上、あのように激しいご気性、どうやってお友達を作ってよいのかわからないのでございましょう。何かとご迷惑もおかけするかもしれませんが、どうかこれからも仲良くして差し上げてください。はい。何してるの二人とも。水木は待たされるのが大嫌いですからね。はいはい、ただいま。水木さん、そうだったのか。まったく可愛いやつだぜ。これ差し上げるわ、藤井さん。え？これさっきトレミニョンって言って買ったやつだよ。そうだけど、やっぱりなんだか水木には子供っぽいからいらないの。もう素直じゃないんだから、水木ちゃんはもう可愛いな。高級リップミラーを受け取る。お嬢様のお気持ちでございますから。じゃあもらうね。ありがとう、水木さん。高級リップミラーをもらった。なんだかとても綺麗。はあ、今日は楽しかったわね。うん、私も。どういたしまして。ギャリソン、帰るわ。リモを回して。かしこまりました。アビアント。じゃあね、水木さん、ギャリソンさん。失礼いたします。よし、これでパラメーターもちょっと上がったしね。あとは文化祭準備コマンドだけをひたすら頑張る。頑張れ、頑張れ主人公、頑張れ、頑張れ。そうだ、氷室先生の誕生日です。プレゼントを買いに行く。早速プレゼント買いに行かなくっちゃ。よし、これはね、受け取ってもらうのはこの卒業論文。プレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張って渡すぞ。主人公すごいよ、卒業論文書くなんて。氷室先生。藤井、どうした。これ誕生日のプレゼントです。生徒からの贈答品は基本的に受け取りかねる。気持ちだけ受け取っておく。そうですか。
よろしい。今回だけだ。もう先生、結局私に甘いんだから、かわいいな、もう。これは、うん。よろしい。大変結構だ。非常によくできている。私には何よりの贈り物だ。喜んでもらえてよかった。よかった。喜んでもらえたよ。よし。文化祭準備コマンド動画成功しますよ。よし。パラメーターがね、じゃんじゃかーがあるからね。これね、大好きなんだよ、このコマンド。文化祭のための準備。よし。お、文化祭、文化祭。今日は文化祭。私が参加するのは学園演劇。急いで準備をしなくちゃ。あ、なんだろう、人だかりができてる。これはあれだ。四季君、素敵素敵。写真撮らせて。三原君。いや、藤井君、君だね。いやーって、どうしたの、その格好。ああ、これ仮装大会でみんながどうしても着ろって。美しいですわ、四季様。やっぱりおかしいかな。ううん、そんなことないけど。みんな、自分でも分かってる。四季様、やっぱりおかしいよ。そんな四季様。この色は。色？衣装係さん、僕にはやっぱりさっきの白いドレスが似合うと思う。藤井君、僕は着替えてくるよ。うん。じゃあね、ごめん、遊ばせ。皆さん、参りましょう。はーい。三原君、ノリノリなんだ。うん、本番前ってやっぱり緊張する。ケイ君がかっこよすぎて。どうして？ケイ君がかっこよすぎて。だってお客さんいっぱいだよ。ケイ君上がらないの？別に。まあ、手貸してみ。葉月ケイが学園演劇の主役って知ったらみんな殺到するよね。え、何？ここ、緊張ほぐすツボ。やだ。昔、じいさんから教わった。そうなんだ。これより、羽ばたき学園、学園演劇を開演いたします。落ち着いたな。うん、ありがとう。頑張ろうね、ケイ君。じゃ、本気で行きますか。美しい姫よ、あなたはどこの国からいらしたのですか？それはとても遠い小さな国からです。私はこのままあなたといつまでも踊り続けていたい。王子様、ずっと俺のそばから離れないでいてほしい。ん？あれ？俺じゃなくて私だよ。あなたを妃として迎えたいのです。それはできません。なぜ、なぜなのですか？十二時の鐘が鳴ってしまいます。ごめんなさい、王子様。私はもう帰らなければ。さようなら、王子様。ダメだ、いくら。あの王子様、間違えた。
K 君だから許されるんだよ、これ。間違えたって言って。K 君だからだよ。とにかく、さようなら、王子様。どうよ、この熱演。びっくりした。まさか、K 君がセリフを間違えるなんて。こうして、高校生活最後の文化祭は終了した。最後に演劇で主役だったし、いい思い出になったよ。とまあ、ね。素晴らしい恋愛イベントでしたね。K 君かっこいいな。やっぱ王子様の衣装が超似合ってていいよね。好き。ああ、11月も半ば。文化祭も終了いたしまして。次回は、この11月半分のところと、ギリギリ、ギリギリクリスマス行けるかな？クリスマスぐらいは行きたいなーっていうところですね。よし、じゃあ、キリがいいので、今日はこの辺にしておきましょう。ではでは。